先生の FX の体験の話をしてくれたんですけど、ものすごいリアルでちょっとなんかわーってなっちゃいました。勉強した人の方が資産を増やせるのを聞いて、今すぐお金の知識をつけなきゃと思いました。ファイナンシャルアカデミー主催お金の教養講座にご参加いただきましてありがとうございます。本日講師を務めます私藤川凛と申します。今日お話しする内容というのは、お金の世界でいうと基本の基になると思います。もうすぐ真似できることありますので、ぜひすぐ真似してください。外食品のレシートを一旦全部取り出してバーって広げてみたんですね。そしたら同じレシートがたくさん出てきました。スターバックスコーヒーにしょっちゅうしょっちゅう行ってるってことです。使いすぎてるところが分かったら、それを使いすぎなくする仕組みっていうのを自分で考えてほしいんですね。海外に絡めて資産を増やすなら FX の仕事、ものすごくシンプルです。通貨同士ですね、これを両替することによって資産を生み出すという。 FX っていうのはやり方次第で外貨預金よりもリスクを抑えて上手にリターンを取ることができます。スタバ代にラテ代に1万5000円使ってるっていうのを自分で見つけて、これはと思って減らした話とか、日常生活に密着してたんで勉強になりました。大体ちょっと雰囲気がつかめたので、より具体的にどういうふうに今持ってるお金とかを知りたいです。お金の世界になんかものすごく興味が湧いたので、実際自分でも体験できたらいいなと思いました。